韓国外交部は29日、日本統治時代の元徴用匠に対する大野理院の賠償判決に対する日本側の反発に、日本政府は我々司法部の判決にずっと過度に反応している。極めて遺憾に思う。自制を求めると明らかにした。野木読外交部報道官はこの日の定例会見で、 三権分立の基本原則に沿って、行政府は司法部の判断を当然尊重すべきだとして、このように述べた。また、政府は去る10月30日の大野理院判決の経緯後、政府内で関連問題を多角的に議論してきたし、本日の判決を含む諸般要素を総合的に考慮して対応法案を準備すると明らかにした。 続けて、政府は元徴用匠たちの苦痛と傷の治癒に向けて努力し、再度明らかにするとしながら、合わせて政府は日韓関係の未来思考的発展のために努力し続けると強調した。日本政府は29日、河野太郎外相の談話として、 韓国最高裁が先月30日にも日本企業を相手に損害賠償の支払いを命じる判決を下したことに、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友良協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできないと指摘した。